はいどうも皆さんプロスペです。皆さんは何を基準に都会度を判断していますか？人口でしょうか？経済規模でしょうか？それとも高層ビル数でしょうか？都会かどうかを判断する指標は様々で、人によって何を重視するかは異なっており、普遍的な都会度というものが存在するわけではありません。今回は、そんな曖昧な都会という概念について、いろいろな指標から考えていきたいと思います。まず、一番わかりやすい人口面から考えていきたいと思います。やはり、都会というとたくさんの人が住んでいるイメージがありますし、大都市と呼ばれるところは、どこも人口が多いですよね。日本で一番都会だと言われている東京23区は、日本の都市の中では飛び抜けた人口を誇っていますし、人口が都会度を判断するにあたって重要な指標となることは明らかでしょう。自治体全体の人口も都会度の指標となりますが、この値には町外れの人口も含まれてしまい、市街地の規模を把握するのには向いていません。ですが、人口集中地区と呼ばれる、ある程度市街化されてる地域のみの人口を見ることで、その都市の市街地の規模を把握することができます。東京のようなほぼ全域が都市化されている大都市は、人口集中地区の人口を見てもあまり意味はありませんが、そこまでの規模ではない地方都市の市街地規模を評価するときには、人口集中地区の人口は大きな意味を持つ指標となります。例えば、新潟市と浜松市は地域全体の人口はほぼ同じですが、人口集中地区の人口では新潟市が大きく上回っており、浜松より新潟の方が市街地の規模が大きいと評価することができます。ただ、人口が市街地に集中しているか郊外に分散しているかは都市形態の違いであって、都会度とは関係ないという意見もあるでしょう。自分は、都会度を測るためには自治体全体の人口の方が重要だが、なんとなく市街地に集中していた方が都会な感じはするので、人口集中地区の人口も、一つの指標としてある程度は参考にしたいという考えです。人口という指標には、その自治体の面積が大きくなると、人口は都会度とは無関係に大きくなってしまうという問題点があります。このような問題を解決するために使われる指標が、人口を面積で割って求められる人口密度です。人口密度を用いれば、面積が広いから人口が多いだけみたいな都市を、適正に評価することができます。例えば札幌市と福岡市を比較すると、人口では札幌市が福岡市を30万人以上上回りますが、人口密度を見てみると、福岡市は札幌市の2倍以上となっています。このように、面積の影響を受けずに人口を評価することができる人口密度ですが、人口を地域全体の面積で割るために、人があまり住んでいない地域も含まれてしまい、人口密度が過剰に低く算出されることがあるという問題点があります。このような事態を避けるための、より実質的な人口密度を把握するための方法も存在します。一つ目の方法は、人口を地域全体の面積で割るのではなく、森林などを除いた過重地の面積で割ることにより人口密度を求めるものです。過重地の人口密度を用いることで、人が住むことのできない山林などの面積に影響されずに、人口密度を評価することができます。二つ目の方法は、先ほども少し出てきた人口集中地区内のみで、人口密度を算出するものです。人口集中地区の人口密度を求めることで、山林などの過重地以外の土地はもちろん、人があまり住んでいない農村部などの影響も受けずに、人口密度を評価することができます。これら二つの指標で札幌市と福岡市を比較してみると、地域全域で比べた時よりも差が縮まっていることがわかります。このように、人口密度を実質的に評価すると、結構見方も変わってきます。しかし、これらの実質的な人口密度を評価するための指標に対しては、その自治体の中に山林や農村部があるのは事実なのだから、都会な部分だけ切り取るのではなく、全域での人口密度を用いて都市を評価するべきだという批判が考えられます。自分は、今挙げた指標の中では過重地人口密度はあまり使えない指標であると考えています。あまり人が住んでいないところを含むことにより、人口密度が過小評価されるという問題の解決のためなら、農村部も除外できる人口集中地区の人口密度を用いた方が有用でしょうしね。また地域全体の人口密度と人口集中地区の人口密度では、後者の方がより重要だと考えています。山林や農村部を含んだ全体の人口密度なんて、あまり参考にならないでしょう。人口密度という指標自体に対しても、現実としてその自治体の中にそれだけの人が住んでいるのだから、面積で割って比較する必要などないという批判も考えられるかもしれません。確かに、福岡市の人口密度がいくら札幌市より高いからといって、福岡市の人口が札幌市より少ないのは、他
しようのない事実ですからね。人口密度が人口よりも重要度の高い指標であると言えるかは、結構微妙なところかもしれません。自分は、人口と人口密度は両方とも同じように、重要な指標として扱いたいという考えです。ここまでで人口面についての指標を見てきたので、次は経済面の指標を考えていきましょう。経済規模を見ることで、居住機能以外の都市機能を全体的に評価することができるため、都会度を判断する上で、人口とは違った意味で経済規模の指標は重要となります。経済面で一番わかりやすい指標はその自治体内での総生産でしょう。例えば、大阪市と横浜市を比べてみると、人口は横浜が大きく上回っていますが、市内総生産では大阪市が上回っており、経済規模を見ることで、人口とは全然違う評価ができることがわかります。ただ、自治体の総生産は全ての都市で公開されているわけではないので、場所によっては総生産によって経済規模を評価することができません。総生産が発表されていない場合には、経済センサスで発表されている付加価値額なんかが参考になるかもしれません。都会は買い物客で賑わうというイメージがあるので、全体で見た経済規模に加えて、都会度を判断する際には商用の総生産が重要になる印象があります。よく使われる指標は、小売用と卸売用の総生産を足した年間商品販売額ですが、買い物客で賑わうというイメージに合致するのは、卸売用ではなく小売用だと思うので、個人的には都会度の指標としては、年間商品販売額ではなく小売用の総生産を使った方がいいと考えています。商用をはじめとして、分野別に経済規模を見ることは、その都市の性質を理解するのに役立つため重要です。例えば仙台市と川崎市を比較すると、全体の経済規模では川崎市が上回っていますが、分野別で見ると工業では川崎市が大きく上回っているものの、小売業では仙台市が上回っており、両都市の性質の違いがわかります。工場がたくさんあるというのが都会度判断の指標になるかと言われると、ちょっとそれは微妙な気がします。工業の指標が都会度判断にはあまり使えないと考えるならば、全体で見た時川崎の方が経済規模が大きいからといって、仙台より川崎の方が経済的に都会であるとは言えないということになるでしょう。自分は、経済面の指標では全体の経済規模が一番大事な指標であるとは考えていますが、その中でも小売業は多少重視し、川崎などのように工業によって経済規模が底上げされている都市については、ある程度の工業をしたいという考えです。それと小売業に関しては、地域全体の数字だけでなく中心繁華街のみの数字も見ておきたいと考えています。これに関してはあまりいいデータがないのですが、自分が都市比較をするときは、商用統計を用いてある地点からおおむね半径800メートルを中心繁華街として、中心繁華街の小売販売額を出しています。人口と経済という重要指標を取り上げたので、その他の細かい指標を見ていきましょう。一つ目のその他の指標は事業所数、上場企業数などの企業に関連する指標です。事業所数を見るとその都市の経済規模、金額による指標とはまた違った観点から評価することができます。例えば、川崎市と埼玉市を市内総生産で比べると川崎市が大きく上回っていますが、事業所数で見ると埼玉市が上回っており、金額でない数字を見ることで違った見方ができることがわかります。経済規模を把握するという意味では、従業者数なんかも使えるかもしれませんね。また、すべての企業の中で上場できる企業というのはかなり限られているので、上場企業数を見ることで、単純な事業所数だけを見てもわからない、その都市の実力がわかります。例えば、広島市と仙台市を比較すると、事業所数では僅差となっていますが、上場企業数で見ると広島が大きく上回っており、どちらの指標を使うかで都市の評価が変わってきます。限られた企業のみを評価するという点では、上場企業からさらに絞った、日経平均株価構成企業やトピックスコア30なんかも場合によっては参考になるでしょう。事業所数と上場企業数どちらが重要かに関しては、いろいろな意見があると思いますが、自分としてはどちらも同程度に重要という考え方です。二つ目のその他の指標は交通です。一番わかりやすいのが鉄道路線網でしょう。一般的に、鉄道路線がたくさんあった方が都会的なイメージがありますよね。わかりやすさで言うと、大量駅の利用者数も交通を評価する指標となるでしょうね。また、その都市の交通拠点性なんかも、都会度を判断する指標となるでしょう。例えば、
岡山市の大老駅岡山駅では、新幹線の最速達列車が停車するほか、四国4県と山陰2県への優等列車が運行されており、岡山市は中国四国地方の交通拠点都市であると評価できます。交通を評価する指標としては、高速道路を含む道路網、地下鉄等の都市交通の有無、空港の規模なんかも使えるでしょう。自分は、交通を評価する場合は鉄道路線網を中心としつつ、その他の指標も参考にしたいという考え方です。ただ、鉄道関連の指標は首都圏のような鉄道分担率が高かったり、平均通勤時間が長い都市に有利になりがちなので、そのあたりは注意が必要でしょう。三つ目のその他の指標は、高層ビルの棟数です。高い建物がたくさんあった方が、見た目は都会になりますからね。高さをどこで区切るかという問題はありますが、自分はわかりやすく100メートル以上を高層ビルとして区切ればいいだろうと考えています。ただ、高層ビルに関しては都会度とは全く違う要因が、棟数に影響を与えるという問題点があります。例えば京都と神戸を比較すると、人口や経済規模はほぼ同じであるにもかかわらず、高層ビル数はものすごい差がついています。これは京都に関しては、街並みを守るため高層ビルの建築を制限しているという理由があり、神戸に関しては、平野部が狭いため、狭い土地を有効活用するための高層ビルが多くなっているという原因があります。高層ビルがあると見た目的には都会に見えますが、それが都会度を反映しているかと言われると微妙な気がするので、自分は高層ビル棟数は都会度の指標としては、あまり重要ではないという考えです。最後にその他の指標として挙げるのは地価です。都会の土地は多くの人が欲しがるので、都会の土地は地価が高くなりがちです。地価に関しては、平均工事地価と最高路線価が指標として使えます。平均工事地価を見ることで、その都市全体の地価を把握することができ、最高路線価を見ることで、その都市で最も高い地価がわかります。ただ、地価は需要と供給の関係で決まるものなので、使える土地がたくさんあったり、高層ビルがたくさん建っていれば地価は下がります。そのため、先ほど高層ビルのところで例に出した神戸と京都を比べてみると、高層ビルの多い神戸では地価が安く、高層ビルが少なく、多くの神社仏閣があるため使える土地が限られる京都では、地価が高くなっています。そう考えると、地価も高層ビル棟数と同じく、都会度を反映しているかは怪しい気がするので、自分は地価に関しては、都会度の指標としてあまり使えないという考えです。ただ最高路線価は、中心繁華街を評価する一つの指標として使えるかもしれません。さて、ここまでは自治体単位で都市を評価する場合の指標を出してきましたが、都市というのは行政区分で区切られるものではなく、自治体を超えた範囲で都市を評価することも必要となります。そこで使われるのが、都市を実質的に把握する都市圏という概念です。都市圏では通勤率や通学率を用いて、中心都市の郊外の範囲を定めることで、その都市の実態に近い規模を把握します。日本で使われている主な都市圏の定義には、総務省の大都市圏及び都市圏と、都市雇用圏があります。この二つの違いはいろいろあるのですが、一番大きな違いは、総務省のものは都市雇用圏よりも都市圏の範囲を広く設定しているということです。これだけ聞くと、広い都市圏と狭い都市圏ということで、どちらの都市圏も都会度判断の指標として使えそうですね。しかし、総務省の方には政令指定都市が近接している場合は、一つの大都市圏にまとめるというざっくりしたよくわからない規定があります。そのため、静岡市と浜松市が静岡、浜松大都市圏にまとめられ、札幌大都市圏を超える人口となっているなど、使いにくいところがあるのが総務省の都市圏です。総務省の都市圏が都会度評価の指標として使えるのは、広島や仙台など、都市圏の中心都市が一つの場合に限られるでしょう。また、総務省は人口50万人以上の都市にしか都市圏を設定していないこともあり、現在日本で一般的に使われているのは都市雇用圏となっています。都会度評価で使えそうなのは、都市雇用圏の人口と、都市雇用圏内の経済規模を表す域内総生産でしょう。例えば、広島と仙台を比較すると、地域のみの比較では人口と市内総生産ともに広島が上回っていますが、都市雇用圏で見ると人口と域内総生産ともに仙台が上回ります。都市圏を使って都市を自治体より広く捉えることで、都市の評価が全然変わってくることがわかりますね。ただ、この都市圏という概念は、一定の通勤率、通学率を超える自治体を都市圏に組み込むというものなので、周りの人口が多ければ必然的に都市圏の規模は大きくなります。人口70万人程度の岡山市が、人口50万人近い倉敷市を取り込み、岡山都市圏の人口が広島都市圏より多くなっている例なんかがわかりやすいでしょう。もちろん、中心都市の郊外地域として発展しているから、周りの人口が多いという側面もあると思いますが、
それが全てというわけではありません。というわけで、都市圏という概念は都市を広域的に評価する指標としては有用ですが、完全に実態に即した都市の規模を表せるわけではありません。そもそも、都市の範囲は自治体単位にすべきで、勝手に都市の範囲を拡大するべきでないという批判もあるでしょう。自分は、自治体単位の指標と都市圏単位の指標をどちらも見ることで、都市を狭い範囲と広い範囲の両方で評価するべきという考えです。また、都市を広域的に評価するという観点からは、その都市の拠点性というのも重要となるでしょう。都市圏に関する指標も、どれだけの範囲に拠点性を発揮しているかを見れるという面では、拠点性の指標の一部であるとも言えます。他に都市の拠点性を表す指標として挙げられるのは、流入、流出人口に関わるものです。流入人口とは、他の市町村からの通勤、通学者数のことで、流出人口とは他の市町村への通勤、通学者数のことです。流入人口が多いということは、他の市町村から多くの人を集めているということなので、拠点性が高いと評価できるでしょう。逆に流出人口が多いということは、他の市町村へと人が出て行ってしまうということなので、拠点性が低いと言えます。そして、自治体の常住人口から流出人口を引き、流入人口を足すことで求められるのが、いわゆる中間人口です。中間人口に対して常住人口は夜間人口と呼ばれ、中間人口を夜間人口で割った値を、昼夜間人口比率と言います。昼夜間人口比率は拠点性を表す指標としては一番わかりやすく、基本的にはこの値が大きいほど拠点性が高いと考えればいいでしょう。一般に、昼夜間人口比率は都市圏の郊外地域で低くなり、中心都市で高くなります。例えば、金沢市と市川市を比較すると人口規模は同じくらいですが、金沢都市圏の中心都市である金沢と比べ、東京都市圏の郊外地域である市川は、昼夜間人口比率がかなり低くなっており、拠点性が低いということがわかります。これらの流入、流出人口に関わる指標は、基本的には周辺地域の中での拠点性を表すものです。それとはまた違う、もっと広い地方単位の拠点性を評価するためには、公的機関の支部や企業の支社の立地を見るといいでしょう。例えば、名古屋市は東海北陸地域を管轄する公的機関が多く立地しており、企業に関しても中部地区を担当する支社が多く立地することから、地方単位での広域な拠点都市であると言えます。地方単位での拠点性という意味では、交通のところで出てきた交通拠点性も、指標として使えるでしょう。また、地方より少し狭い範囲では、県庁所在地や県規模の支社が集まる都市も、拠点性が高いと言えるでしょう。さて、ここまで拠点性についての話をしてきましたが、都会度評価において一番意見が分かれるところが、この拠点性をどのように評価するかという話だと思います。横浜対名古屋の決着が永遠につかない理由も、人によって拠点性をどれだけ重視するかが違うからだと言えるでしょう。横浜は人口規模も経済規模も名古屋を上回っているので、素直に行けば横浜の方が都会ということになりそうです。しかし、拠点性を重視するならば、名古屋は独立した都市圏を形成しているのはもちろん、地方単位での広域拠点都市となっており、独立した都市圏すら形成できず、東京都市圏に組み込まれている横浜と比べたら、名古屋の方が都会だという結論になるでしょう。自分は、ベッドタウンは居住機能が主となっていて、都市機能の一部が外部に流れているので、そのような都市を評価する場合には一定の考慮が必要になるという考えです。逆に地方単位の拠点都市というのは、複数の都市にまたがった拠点性を発揮できるということなので、その分加点されるべきでしょう。簡単に言えば、ベッドタウンは減点し、広域拠点都市は加点すべきであるという考えです。ただ、ベッドタウンは減点すると言っても、その減点の度合いというのは実態によって変えていくべきでしょう。例えば、横浜市でも中区と西区は昼夜間人口比率が1を超えており、横浜市は東京都市圏の中心都市の一つとなっています。横浜市はベッドタウンだから都会道減点するという場合でも、横浜が完全なベッドタウンではないということを考慮するべきです。逆に言えば、中心都市の一つになることもできない相模原などの都市に関しては、より厳しい減点をするべきだと思います。最後に、都会とは何かということに関する自分の考えをまとめていきます。まず、都会道を判断する上では、都市を自治体という狭い範囲と、都市圏という広い範囲の両方から捉える必要があります。自治体の人口と総生産、都市圏の人口と域内総生産が、都市を評価する中心の指標であると言えるでしょう。そこに加えて、拠点性、企業、小売業、交通などに関する指標も考慮し、その都市の都会度を判断するべきであるというのが、自分の考えです。ただ、やはり都会というのは人によって全然考えが違う曖昧なものというのは変わりません。
視聴者の皆さんもぜひ、自らの都会についての考え方を、コメント欄に書き込んでいってください。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また今度。